日本赤十字看護大学は東京都渋谷区広尾4丁目1番3号に本部を置く日本の私立大学である。1986年に設置された。大学の略称は日赤。日本赤十字看護大学は日本赤十字社の関連団体である学校法人日本赤十字学園が設置、運営する看護学部のみを有する4年生大学である。 前身は日本赤十字中央女子短期大学、1986年に四年生大学に昇格した。2005年4月には日本赤十字武蔵野短期大学と統合し、キャンパスが広尾と武蔵野の2カ所になった。現在は武蔵野赤十字病院施設整備事業のため、2020年度までは武蔵野キャンパスの一部を休止している。2019年現在、 疲労キャンパスが学生の主たる拠点となっている。2019年7月には文部科学省の認可を受け、2020年4月より埼玉看護学部を埼玉県埼玉市中央区に開設した。見学の精神は赤十字の人道にあるとしている。いかなる場合においても一人一人の尊厳を守り、人々が有する平和と健康に生きる権利を看護を通し広く。 社会に、さらには、国際的な分野においても実現するために、看護学に関する専門分野の教育、研究を行うことを目指す、としている。広尾キャンパス、武蔵野キャンパス、大宮キャンパス学部大学院。ありがとうございます。